ヤスデとはターシアモニアスデズナに属する節足動物の総称。細く短い多数の不足がある。ムカデとニルが生殖口の位置や発生の様式、大切あたりの不足の数など様々な点で異なる。ムカデが肉食性であるのに対し、ヤスデは腐食食性で毒のある顎を持たない。英名のミラピードはラテン語の選脚に由来する。現存する。 陸上生活史を持つ、節足動物では、最も早く陸上に進出している。アマビコヤスデ族の一種。後方の節から一節に二体ずつ足が出ているのが、わかる。体は数十個の節に分かれている。足は、最初の動節にはなく、二から四動節には一節に一体ずつ。それより、後ろの動節は一節に二体ずつある。そのため、売却類とも言われる。 また、頭には発節からなる一体の小さい触覚があり、目は種類により、有無や数がまちまちである。一部を除き、硬い外骨格を持ち細長い体をしている。腹面は、やや平らだが、背面は大きく盛り上がって断面がほぼ円形になる、ひめやすで目や太丸やすで目のようなものから、扁平な帯やすで目や平たいやすで目のようなものまで、様々である。や類は、 他のヤスデほど細長くはなく、体が柔らかくて、背面やビーブに、剛毛の束を持つため、一見、カツオブシムシの幼虫のように見える。日本最大種は、ヤエ丸ヤママルで7センチメートルほどになる。世界最大種は、アフリカオヤスデや、タンザニアオヤスデといった、アフリカ産の大型種で、最大30センチメートルにもなる。 土壌の有機物や枯葉と底につく新菌類を主に食べている。また、洞窟性の種では、コウモリの糞や死骸を食べることがある。体表の独占から液体や気体の刺激物を分泌する種が多い。刺激を受けると体を丸めるものが多い。通常は渦巻き状にまとまって円盤となるが、玉安で目や熱帯玉安で目は休憩になる。2008年に、 長野県で発生した、オビバ,バイアスで一般には安では、害虫とみなされているが、冤罪的な要素も多く、典型的な不快害虫である。見た目が不快なことや、踏むと異臭を発すること、寒冷地の森林で、周期的に大量発生する、オビバ,バイアスでパラフォンテイリアラマナタなどの群れが、鉄道の線路上に這い出して、列車の車輪で踏み潰されると、その体液により、 列車がスリップすることなどが理由に挙げられている。そのような例として、小海線での列車の運休が知られる。収益の毒性は強く、狩猟用の宿として用いられた記録がある。また、味噌汁に個体が紛れ込んだら、鍋全部が食べられなくなるなどと言われる。密封すると、自らの収益で死ぬ場合もある。その収益は主に危険を感じた際に、 敵への威嚇として体外へ放出されることが多い。外敵に襲われた際は、ムカデと異なり、積極的に顎で噛むことはなく、体を丸めて自己防衛する。ほとんどの種では、触れるだけで実害が出ることはない。住宅やその周辺で発生するヤスデは一部の種のみであり、多くのヤスデは森林で生活している。ほとんどの種は、 土壌周辺に生息して分解者の役割を担っており、森林中の落葉を食べ、糞は栄養分に富むため樹木の成長に影響を与えているとされる。このように土壌形成上一定の役割を果たしているものと考えられており、植生と生態から自然界の分解者という要素が強い。ほとんどの種は経済上直接に利用されることはない。ペットとして、 熱帯産の太丸安デメや熱帯玉安デメの一部の大型種がメガボールなどと称して市販されることがある。熱帯玉安デメは飼育下での繁殖が難しく、市場に出回る個体はほぼすべて野生個体である。その一方、玉安デメの繁殖は非常に容易である。不快害虫の機器剤、農薬に防除効果を謳われるものがある。ぐ。次 4. ターシアモン、接続動物の多様性と、系統、石川良介編、岩月国を、真渡り俊介監修、消火棒、2008年、276から296ページ、田辺、T. リビジョン・オブ・ザ・ミラピード・ジーナス・パラフォンテイリア・フェアフフ,フ、1936、ジャーナル・オブ・ナチュラル・ヒストリー、36、 2139から 2183https コロンスラッシュスラッシュドイドット org スラッシュ10.1080スラッシュ00222930110085610研究の森からナンバー52期、シャヤ安で大発生の謎にた事例が、いぶすき枕崎線でも発生。安でで、スリップ、列車と、丸 JR いぶすき枕崎線。 鹿児島生物分類表接続動物門、安手綱の分類。ありがとうございます。